にちは、さくらこです。今日はですね、既視感のあるお店に来てますけれども、実は今日から一泊一人旅に行ってきます。ミュージカルこの世界の片隅に終わったご褒美旅ということで撮っていきたいと思います。もう品川からだと40分ぐらいで着いちゃったので、すごいあっという間だった。楽しいです、この商店街。今からですね、お宮を買いに行きます。あ、これ聞こえてるかしら。そう、ちなみに新しいカメラを買ったんです。綺麗でしょ、色味。YouTube をずっと撮れてなかったので、ちょっと舞台が終わって落ち着いたらたくさん撮ろうと思って、思い切ってカメラを買いました。うわ、めっちゃ美味しそう。人がいないのでマスク外しました。マジ。なんで今もうお土産を買うかっていうと、明日お休みのお店なんですよ。ねえ、私の姉が前に熱海来た時に干物のお土産を買ってきてくれて、もうすごい美味しくて、今日はやってるみたいなので買いに行きたいと思います。来ました。駅から徒歩5分にありますね、東海干物さんに来ました。すごい、お土産もあるし立ち飲みもできるし、いいですね。イカの生干し、天日干し1枚入り2000、はい、と、あとはジアジの干物2300、あんこうの姿焼きとアジを、はい、これは持ち帰りで、持ち帰りで無事買えました。干物を、アジとイカを家族家に送り、そしてなんかあんこう姿焼きとアジのアジ焼きを、これからホテルに行きたいと思います。なんかこのお店めちゃくちゃ混んでますね。あれ、熱海プリン、熱海プリン、はい、有名なんですか。まあ有名は有名ですね。おすすめのお店とかスポットとかってあります？何の？一人です。本当に踏んで一人で、はい、本当に一人です。どの近くだったら木の宮さん、木の宮、木の宮神社、大きくする日だったね。あ、そうなんですね、一周すると寿命が1年伸びるって言われて。へぇー、秘宝館、うん、と、
あと MOA 美術館、うん、あのいや行こうかなって。あたり両極端だねあなた。えそうなんですか。あの MOA っていうのはほら今あるけどそのちょっと紅白大名っていうあの小高森の、はい、ああいう人とかね、ああいう国宝なんかを並べるところなんだよ。地方館っていうのはなんかちょっとおかしなところって聞きました。言っていいんだったら言うけど、はい、NHK に怒られるって言わない。あもうそれで大体わかるでしょ。いやなんかちょっと調べてえっと思って、でも一人で行くもんじゃないですよね。まあ、なんとも言えねえな。はーい、あーすごい、すごい素敵なお部屋ですね。よいしょ。ね、めちゃくちゃいい香り。テラスでお茶できて、ここは露天風呂。おお。でもね、綺麗。初めての洗濯する。はい、ここがお手洗いでございます。ヘアブロー入りました。そして部屋着に着替えました。なんかこのままご飯に行っていいらしいので行ってきます。すごいです。今日のお料理の献立、私はお肉を選びました。飲み物もすごい充実してるんですね。私はこの静岡限定の生をいただきます。ミュージカルこの世界の片隅に、全公演完走しました。お疲れ様でした。乾杯。うーん、はあ、おいしゅうございます。つぶ、味が美味しい。この白あえっていう、いただきます。あ、なんか下にもある、いるよ。うん、いただきます。こんにゃく、これはご褒美だわ。最高。ちょめっぱいのまん？ん？何なのこの香り。独特な美味しい香り。私枝豆が本当に好きすぎて、舞台の楽屋でも食べてるんですよ。完全に居酒屋ですよね。うんちゃん、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 これこといえばのトマトでございます。甘みがしっかりありますので、方言でアメーラ、あのラって方言だ。なんとかな、なんとかなって、はいはいはい、で甘いことをアメーラって、アメーラって、このトマトアメーラ。へえ、そうなんですね。そうなんです。
いただきます。あ、で、トマトがさ、お出汁に入ってるのってあんまないんだよね。秒でなくなりました。ごちそうさまでした。ミュージカル、この世界の片隅にてずっと広島弁を喋ってたんですね。取れないもんですね。3月から稽古が始まって約5ヶ月間すずちゃんを演じてたわけなんですけど、こりゃなんじゃろうとか、自分じゃない人のセリフさえずっと引きずるっていう、ジャロとかアニャーとか。でも可愛いですよね、方言。一生大事にしたいなっていうふうに思いました。本当に方言指導の新谷真由美さんすごい優しいんですけど、細かくいろいろ指導してくださって、もう新谷さんがいたからこそ私たちの方言だったなって思うんですよ。当たり前なんですけど、なんか感激してくださった方々が、なんか広島出身の方とかも、なんかいろんな作品見てきたけど、今回のこのミュージカルが一番広島弁に近かったって言ってくださる感想も多くて、嬉しいですね。嬉しいですね、かな。お作りは本日はまず3種類、手前から本マグロの地元アオリイカ、ポリザカンパチ、イケメンバナナが入っております。それから失礼します。はあ、白だしでいただきます。うわぁ、これを醤油でこいただきます。うわ、醤油に油が浮く。いただきます。5ヶ月間やってきて、ちょうど終わったのが一昨日、広島から帰ってきたんですよ。千秋楽が暮れで、緊張感は半端なかったですね。暮れの話を暮れでやるっていうのって責任感がとてもあったというか、でも暮れでできるっていうことは本当に喜びでもあったので楽しみではあったんですけど、でもね、すっごいあったかいお客さんで、すごい嬉しかったです。劇場に向かうタクシーの運転手さんに、すずさんですかって言われて、桜井玲香ちゃんとか小向なるちゃんとかと乗ってて、その芝居の話をしてたので、すずさんっていうのが多分分かったんですけど、地元が呉なんですみたいな運転手さんが言ってくださって、なんかそれだけですごい嬉しくて、あ、地元来たんだなみたいな感覚で、それこそ先週最後の土地の暮れで、ボンって言って、舞台の装置がこう回ってるんですね、場面場面によって。そのボンがね、キュッて止まった瞬間があって、あれはちょっとびっくりしましたね。何食わぬ顔で、止まってませんけどみたいな顔でやり過ごしましたけど、不思議な、うわ、待って、イカ美味しい、イカ美味しい、ん、イカ衝撃的なんだけど、え、ちょっと待ってください、こんなイカってこんなにとろけるものなのか、びっくりした。今日一のイカでございました。今日はハモ鍋をご用意させていただきました。ハモ鍋、またご主人が少しおそうめん、くずそうめんを入れているので、はい、するとぜひね、お暑いですけど、鳥居さんにとって召し上がっていただきます。はい、ありがとうございます。今日梅とかぼす絞って食べるらしい。でもさ、私熱々好きだからさ、このままいっていいかな。熱々好きラコ、どういうネーミングっていう、ちょっと待って、いただきます。
日本最高峰ハムだけっていう贅沢に。叫びたい。正直いろんな役やってきて一番染みてるかも。思い返すとやっぱセリフ量を歌の量をで、なんかその歌の量っていうのもただの量じゃなくて難しさで、とってもいい曲なんですけど難しさ、方言大きかったかもな。でクレで何が緊張したかって方言だったから、方言の壁は大きかったなって思いますよね。ちなみに私の一番好きな方言は、名札書くも屋根こいねっていうセリフがある。屋根こいなんか大変だねみたいなセリフがあるんです。屋根こいねは可愛いなっていうのと、帳面っていうのも好きですね。帳面、あとはありゃーも好きだし、見てくださってる方にはさ、これうちの推しの方言よみたいなあったらコメント欄でください。逆に広島の方ももし見てくださってたら、何が推しなんやろ、何が可愛いんだろう。私は全部可愛いと思ってます。最後仕上げを置いたし、うわで照り焼きを食べて、今日はカマス、ミョウガ、大葉だ、カマダキ、うわ、ギョエお肉美味しいです。いただきます。まさかのお腹いっぱいになりすぎて水菓子というのが最後にご用意があったんですけれども、お部屋の方に持ってきていただくことになりました。パンパンです。でもとっても美味しかったです。大満足。わあ、ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。ご飯はおにぎりにして夜食用に作っていただいたのと、デザートもお部屋に持ってきていただけるとのことなので、もう本当に美味しかったです。ちょっと大浴場行ってサウナ入ったりして、これ休みたいと思います。ございます。ただいま7時47分ぐらい多分いいお天気ですね。雨予報だったのに晴れてるみたいです。今から朝ごはんに行ってきます。嘘でしょ、雨予報だったのに。本当に おはようございます。すごい朝からこんな、どこ見てる。おしゃれなの来ました。このドレッシング、これグレープフルーツ。昨日あんなにバクバク食べたのにお腹が空いてるっていう不思議。もうドレッシングがめちゃくちゃ美味しかったんですけど。ですか、ありがとうございます。売ってないですか。売ってるんです。
これはちょっと買って帰る。ありがとうございます。美味しい。ありがとうございます。味噌なんてこれが、焼き物なんじゃろか。こちら焼き物でございます。焼き物でございまして、はい、このままでも召し上がりいただけますが、非常に脂の乗ったお魚でございます。うわー美味しそう。米パリッとするまでお好みでおかけください。わかりました。うわーすごい贅沢、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。すごい、いただきます。刺身肝のすごい大盛りで、だし巻き、うなぎの豆乳鍋、ありがとうございます。あーすごい贅沢。ちょっと、あ、おいしい。これはおいしいがすぎる。もしかしてまだできるぜ。最後スイカが来ました。コーヒーとスイカを見ると思い出すんじゃん。ちなみに今のはこの世界の片隅にのすずちゃんのセリフです。ごちそうさまでした。美味しかった。結構景色がいいんですけど、私はどこに来たかと言いますと、じゃじゃーん、モア美術館、 MOA 美術館来ました。なんか今はポケモンのコラボみたいなのやってるみたいで、あの中も撮影 OK みたいなのでちょっと見ていきたいと思います。なんかエスカレーターがもうちょっと幻想的なんだけど、楽しみ。ポケモンそこまで詳しくないけど、小さい頃大好きで見てたから、なんか懐かしいなって浸れました。でもやっぱりピカチュウ、ライチュウが好き。可愛かった。よし、それでは次に行ってみようか。さて、お宿の方におすすめしていただいたお店にやってきました。ででん、入ってみたいと思います。並ばなくていけるかな。暑いわ。持ち帰り、
めっちゃ綺麗なの。すいません、はい、エビっておかわりできますか？はい、いいですか？ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。めっちゃ美味しかった。ちょっと冷房が当たんない席でめちゃくちゃ暑くて今汗だくですいやでもめちゃくちゃ美味しかった。もうエビが忘れられん。本当美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと商店街に行きたいと思います。なんか大江戸温泉とか、みかんの木の湯、はい、みかんの木でしたっけ、行こうと思ったんですけども、暑すぎて、ちょっと、はい、もうちょっと暑すぎて、温泉に入りたかったんですけど、結構夕方にならないと、一般開放されないところもあったりとかして、とりあえず駅に来ました。ちょっとだけ商店街ぶらついて、終わりたいと思います。はい、じゃあまた楽しみます。バイバーイ。